はいどうもバシレです。ということでですね、今日はですねネイティブインストゥルメンツのソフトを一つ紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。チェケラ。ネイティブインストゥルメンツってアカウント登録しておくとですね、まあ新作が出たりキャンペーンが始まったりすると、まあ、メールで配信されるんですけども、今日は僕のところに届いたメールがですね、こちらのね今ご覧いただいてる、まあ、無料のボーカルインストゥルメントがいいのありますっていうメールがね来ましてですね、内容の方を見てみたら結構面白そうだったんで、これちょっと動画にして紹介していこうかなというふうに思いまして、今カメラを回しております。はい。で、内容はですね、ジェイコブ・コリアって言った方とネイティブインストゥルメンツがコラボした、音源なんですけども、まずジェイコブ・コリアさんってこんな方。はい、ジェイコブ・コリアさんは1994年8月2日生まれ、イギリスのロンドンを拠点に置く歌手、編曲家、作曲家、音楽プロデューサー、マルチプレイヤーであるということでですね、でジェシーというねアルバムを発表されていて、それのワールドツアーをね、やっていたというところですかね。はい。で、4枚のアルバムを出していて、それぞれグラミー賞を受賞した最初のイギリス人アーティストであるということで、もうグラミー賞を4度受賞してる29歳の若さで、ものすごいですね。はい。天才アーティストっていったところでしょうか。はい。ジャンルとしてはジャズ、ポップ、R&B、アカペラ、ポップ、ロック、ジャズ、ファンクといったことでね、先ほど僕も初めて、ジェイコブ・コリアさんの音楽を YouTube の方で聴かせていただいたんですけども、自分は結構好きな感じの音楽でした。はい。まあ全てを聴いたわけではないのでそこまで語れないですけども、ちょっと今後もね、まあ夜寝る前に音楽聴くことは多いんですけども、まあ、ジェイコブ・コリアの曲を聴いてみようかなというふうにも思います。はい。でその、ジェイコブ・コリアとネイティブ・インストゥルメンツがコラボした、ボーカル・インストゥルメントっていうのが発表されてます。はい。ちょっとねデモ音源聞いてみましょうかね。はい。こんな感じのね、みたいな、これをまあ DAW を使いながら演奏できるよっていうことです。で、あなただけのオーディエンスクワイアを指揮して、ジェイコブ・コリアのジェシーワールドツアーの魔法を再現しようってことで、まあプレイヤーが、まあ、ジェイコブ・コリアになって、オーディエンスクワイア、まあ、お客さんの合唱団をこうなんていうかな、指揮できるみたいな雰囲気のソフトですね。はい。さまざまな装置で、録音された盆をブレンドし、ストンプ、クラップ、スナップなどのユニークなパーカッションを加えることができますよって言った感じのソフトでございます。はい。大人数のボイスって書いてありますね。でこんな感じのね写真がやって、で僕いいなと思ったのがこのインターフェース、この見た目ね、この大観衆の中にポツンとね、主人公がおりますけれども、はい、ジェイコブ・コリアさんがおりますけども、でこういったもうミュージシャンはね、みんなが憧れるこのね感じですよね、この感じが、インターフェースになってるということでね、これはねテンション爆上がりなんじゃないかなと思いますね。なかなかねこう音楽作るのめんどくせえなっていう時とか、こういう、ね、感じのインターフェースだとなんかこうモチベーション上がったりしませんか。僕はねこういうの結構ねテンション上がっちゃうタイプなんですよね。はい。あの草野球とかもユニフォームから揃えて見た目から入るタイプなんですけど、はい、でこういった感じの、ね、ブルーの、ね、シックな感じで、でこれがねまたネイティブインストゥルメンツお得意のね、このダイナミックチューニング、ね、こういったあの、まあ、パラメーターっていうんでしょうかね、こういった、まあ、チューニングも、ね、できて、いろいろ音をカスタマイズもできますんで、このあたりもねあの
なかなか凝って作る人は面白いんじゃないかなというふうにも思いますね。はい、というわけでですね、まあ、バーッと、まあ、ネイティブのホームページ、ね、自由なカスタマイズ書いてますね、見てるんですけども、はい、実際にちょっと僕今エイブルトンライブを開いてますので、そっちの方でちょっとどういった音が鳴るかっていうのをねチェックしてみましょう。パスヒデ、エイブルトンライブの方にやってきました。ここでねエイブルトンライブの耳寄りの情報を一つ、まあ皆さんご存知の方が多いと思いますけども、今現在僕これ11使ってるんですけども、12がね、12が3月の5日に発売されることとなりました。イエーイ、嬉しい。はい、年末にね12出るよってアナウンスがあって、今予約すると 20% 割引でお得ですみたいなのが来まして、おおマジかと思って、早ーと思って、11出てからまだ1年か2年しか経ってないじゃんと思ったんだけど、2年かと思ったんだけどね、もうこのアップグレードかなりやばいっていうね、もう本当みんなもう興奮してるよ。でもベータ版とかはもう出てて、数多くのミュージシャンがね、今度の順にやばいぜってことでいろんな動画出してるんだけど、ついにそれがね3月の5日に出るってことでね、来週の火曜ですよ、やばいですね、僕もドキドキワクワクが止まりません。はい、僕はねベータ版あんま使わないタイプなんでね、本当その発売されたものをこうインストールして使うのが好きなタイプなので、もう本当 YouTube とかでしか見たことがないんですが、もう今回のアップデートはマジでやばい。はい、もしね今 DAW に乗り換えようかな、エイブルトンしようかなとか思ってる人は多分エイブルトンにした方がいいと思います。はい、というわけで僕は別にエイブルトンの、ね、関係者でも何でもありません、ただのエイブルトンが大好きなミュージックおじさんです。というわけでね、エイブルトンの話してましたがね、もう話を戻しました。ネイティブインストゥルメンツのね、ジェイコブ・コーリアのオーディエンス・クワイアをね実際演奏してみましょうね。はい、でちょっとさっきいろいろいじっちゃったんで、一回デフォルトに近い形にしますね。はい、デフォルトで開くと大体こんな感じになってます。はい、ちょっとさっきいじっちゃったんであれなんですけど、で、ここの右のね上のところに丸いポッチがあって、これを押すとチューニングできるところに行きます。で今日はねチューニングのところはやりませんので、まあここから行けるよってことだけ覚えておいていただければいいかなというふうに思います。はい、ポチッと。で戻ってですね、じゃあまず一つキー一個押してみますね。ちょっとコンプレッサー音大きすぎ？ここね。はい。今ねちょっとコンプレッサー入れてます。はい。こういった感じのね。まあ、クワイアーが演奏できるよってやつですね。で機能の方をさらっとやっていきます。ここに C メジャーって書いてありますけども、ここでキーをね、コントロールすることができまして、それのスイッチがここですね、コードジェネレーターっていうんですけども、まあ一つの、ね、キーを叩いただけで、まあ、コードが演奏できるっていったようなやつですね。じゃあ一回押してみまして、 C メジャーになってますので、鍵盤一つ押してみましょう。はい、なんかコードっぽくなりましたよね。これが C メジャーになってますね。でちなみにこれ今ブルーの、ね、画面になってるんですけども、演奏ボタン、まあキーを押すとですね、こうなんか照明が客席に当たるような感じになってますね。これもリッチな感じでいいと思います。はい、でじゃあちょっと D マイナーとかにしてみましょうか。って感じでですね、コードジェネレーターっていうのを使うと、ちょっとキーが変わっていくっていったような感じですね。さまざまなね、パターンが用意されてます。はい、メジャーマイナーハーモニックマイナーっていった感じですね。はい、でですね続いての機能としては、これ発音発声っていうのかなを変えれますね。
あーえーおーあーとか、あーえーおーえーあーとか、うんーとか、おーんーとか、バウンス、これはね、さっきちょっと試したんですけど、これ面白い、バウンドっぽくなるんですね。ただこれだけだとなんなくて、これはですね、実はここにもう一個スイッチがありまして、これを押すと、はい、まあオートメーションと言いますかね、ランダマイズオートメーションとでも言うんでしょうか、この辺が自動で動いてくれます。それがこうバウンスだから、こうバウンドしてるような風になるよってことですね。はい、でちょっとあおえおあにちょっと合わせておきましょうか。パターンはいろいろあると思いますんで、スピンとかもありますし、フルサークルとかあるんだけど、まあおのおの試していただければいいかなと思います。これね、無料でゲットできるっていうのが今回の、お知らせしてるポイントの最大の目玉の部分です。おそらくなんですけど、数ヶ月とかすると人気次第とかなのかもしれないけど、有料になってしまう可能性があるので、今のうちにゲットしておいた方がいいかなというふうに思います。はい、ではね、青絵を和にしておいて、はい、でここをオンにするとこいつが自動で動くよと。でさらにこのループって書いてあるところに、カーソル合わせますと、まあオフとかがあって、でフォワードでバックワード、フォワードバックワード、バックワードフォワードっていうのがあるんですが、これはまあフォワードっていうか前進っていうかね、でバックワードはちょっと巻き戻しっぽくなるのかな、はい、動きがね、この動きがなんですけど、でフォワードバックワードだと前後ろみたいな、でバックワードフォワードだと後ろ前みたいな風に、なんて抑揚がつくというかね、こう演奏してくれます。じゃあフォワードバックワードで一回鍵盤を押してみますね。はい、こういう感じですね。で今、コードジェネレーターも使ってますので、鍵盤、白い鍵盤を一つ押しただけで、まあコードっぽくなりますね。まあ黒鍵でも普通にね演奏はされますね。はい、ちょっとコードジェネレーターを一回オフにして、はい、こういう感じのね演奏もできますので、かなり楽曲制作のね幅が広がって、なんか神秘的なね、音楽を作ったりすることもできるし、なんかおしゃれなね、コード見つけて自分の曲に合わすこともできるんじゃないかなというふうにも思います。からね、ダイナミクスとか、タイアードブレンド、これはトリアード、ちょっと字が小さくて見えないけどね、トライアードブレンドかとか、あとはこれ空間系のディレイとかリバーブ、ステレオとかね、ティンブルっていうものかな、これはこれはあんまり使ったことないけれども、そういった、まあ、空間系のね、パラメーターっていうんでしょうかね、こういったつまみがあります。この辺はネイティブインストゥルメンツのねお得意のところですよね。ここで、いろいろと自分の好きな音色にカスタマイズできるよっていうようなことになっております。はい、それではですね、ちょっとコードジェネレーターを使いまして、マイナーに合わせましてですね、はい、ちょっといくつか僕も音源を用意しましたので、それに合わせて、あ、そうだ、その前にね、このね黄色の部分、ここ面白いなと思った、ここがねこういったね、こういうね、パーカッションがあるんですよ。イエーとかね、ノーノーノーとか、あとこれちょっと思わず笑っちゃったんだけど、メイビーっていうのがあるんですよね。これおもろいなと思った。あとオレンジの部分だとこういう、こういった感じのね、音が出ます。はい、おもろい。ではね、ちょっといくつか、まあこれもコンタクトの中からなんですけど、音色を用意しましたんで、それに合わせてね、ちょっと演奏していこうかなと思います。これはね、マレット・フロックス。
とね、あとダメージですね。ちょっとまあ適当なんだけど、今合わせてやってみようかなと思います。形で演奏してみましたけども、はい、というわけでね、今日はですね、ジェイコブ・コリアーのオーディエンス・クワイアをね紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。はい、無料期間がねいつまで続くか僕も分かりません、今ね、ゲットするのは非常にお得だと思いますので、まあもしねコンタクトを使って音楽を作られる方はね、ゲットしてみてはいかがでしょうか。それではね、皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。